トイボックスといいまして、新しい、シリーズですね。解析協会が、スピンアウト企画で、やります。僕ら、マーケターとかにとっては、こういうツールとか、いろいろこう楽しんで使っていくっていうのがいいんじゃないかなという、トイボックスという名前にさせていただきました。クラウド坂さんのビジュアルがですね、まさにトイボックスのビジュアルになったんで、実は話聞いた時飛びついたんですけど、ぜひお願いしたいということで、記念すべき第1回というふうになります。まあ、2021年の7月1日になるんですけれども、同じくグループ会社のエムタメ株式会社と合併の方をいたしまして、でクラウドサーカス株式会社として新たにスタートすることになりました。で、まあ、サービスともども今後ともクラウドサーカスをぜひよろしくお願いいたします。まずクラウドサーカスを一言で言ってしまうと、まあ、デジタルマーケティングで顧客を増やすことに、まあ、徹底的にこだわっているサービスということが言えるかなというふうに思います。でこちらクラウドサーカスのサービス設計をちょっと図にしたものになるんですけれども、顧客を増やすということに、すごいこだわっておりまして、顧客を増やすフェーズというものを5つに、ここに書いてある5つに分けております。でそれぞれのフェーズに合わせたプロダクトを開発しておりまして、それを、お好みのプロダクトを組み合わせをして PTCA をひたすら、こう回すことで、結果を出していくというようなサービス設計を考えました。で、今後のこう世の中の変化に応じて、いろいろなプロダクトを、どんどんリリースしていく予定ですので、ぜひご期待いただければなというふうに思っております。はい。で、今回のセミナーでは、ウェブに関するもので人気のあるツールを2本ご紹介したいというふうに思っております。で、1つは MA バウナウ、もう1つは CMS ブルーモンキーについてです。で、早速なんですけれども、冒頭でもお伝えした通り、スタティアラボが得意とする中小企業における DX の実態みたいなものを、ちょっとデータも交えてお話をさせていただきたいと思います。で、こちらのグラフなんですけれども、中小企業における DX の実態についてなんですが、DX がどれぐらい支援が進んでいるかという進捗になります。で、このグラフの見方をお伝えすると、右側が大企業を、左側に行くにかけて、中小企業というふうにスライドをしていきます。まず DX 導入に向けて、大企業は大体 85% は進んでいるというふうに言われています。で、一方で左なんですけれども、中小企業は大体 43% なので、大企業の大体半分にとどまっておりまして、57% は全く白紙ですというふうに答えています。大企業の数って、全体の 95% というふうに言われているのは十分ご存知かと思うんですけれども、それを逆にこう発想を変えてみると、中小企業の 95% の約半分の割合の会社にこれから DX を導入する機会があるということになります。で、企業の事業というものは大きく2つに分けると、バックオフィスとフロントオフィスに分かれるというふうに言われています。右側が大企業、左側が中小企業になっていまして、この紫が導入済み、赤が導入を検討しているってなるんですね。マーケティング業務、営業セールスのところですね。で、こちらの結果が表しているものって、結構こう現場でやっぱりこう必要性は感じられてるんですけれども、導入がやっぱ思うように進んでいないのかな。で、まず経営者からは開発コストがとにかく高そう、投資効果が見えないという指摘。で、管理職からは、運用負荷がとにかく高そうですね。部の負担も増えそうですよという話。で、社員からは、とにかく DX の知識がないです。で、管理職への説明もとっても難しそうです。で、この、3つの悩みを聞いて、じゃこれを安価で誰でも簡単にできて、知識不足でもスタートできますというサービスがあったらどうでしょうか。で、これでまたクラウドサーカスをぜひお勧めしたいなというポイントです。で、実は、私どもこの課題感を背景に、このサービスを設計しております。で、無料でスタートできるっていう部分なんですけど、これに関しましては、10プロダクトのうちの8プロダクト、無料から始められます、まず。あとは、月額の料金も1万円から3万円です。あとは、すぐにスタート。で、これはクラウドサービスの特権になりますね。申し込み後からすぐ使うことができて、基本的な設定はあるんですけれども、開発は不要です。まず、ブルーモンキーなんですけど、CMS のプロダクトになります。
で、一応キャッチコピーとしては、1600社のユーザー経験で開発されたクラウド型 CMS というふうになっております。で、こちらを3つの、まあ、あの数字ですね。数字でちょっとデータで見るブルーモンキーというものをちょっとご紹介したいんですけど、まあ、1つは、導入が、まあ、1600件の実績があります。あと、通常の継続率が実は 99.6% となっています。で、2つ目が、ウェブサイトの構築が2割から3割の短縮ができる。で、これは、ライブラリーの準備を、まあ、かなりテンプレートさせていただいているのと、あと、その管理画面の中に、すでに100種類以上のブロックダウンロードのパーツが入っています。で、それを、まあ、利用していただくことによって、この数字が実現できます。で、3つ目の、ウェブマーケティングの平均 15% は、これは、まあ、ブルーモンキーの導入と、あと、できれば、バウナーも一緒にセットにしていただきたいんですけれども、まあ、弊社でウェブマーケティングを実施した際に、挙げられた結果として、まあ、15% ぐらいという数字を出させていただいています。で、これは、案件によっては2倍、3倍の効果も出しているかなっていうふうに思います。で、引き続き、ブルーモンキーの、まあ、ポイントを3つだけ挙げさせていただきたいと思うんですけれども、まあ、1つはセキュリティが強いですと。で、まあ、クラウドサービスですので、サーバーとアプリケーションをセットで、まあ、構築しておりまして、多層防御ですね、基本的なセキュリティの対策はしっかり取らせていただいています。で、まあ、24時間360監視を、まあ、しっかり私どものサービスで行っている点と、あとは、まあ、バージョンアップですとか、脆弱性なども、まあ、定期的に、まあ、私どもでやらせていただいています。で、まあ、これらは全部月額の、まあ、料金があって、ブルームキー3万円なんですけれども、この中に、まあ、含んでいますので、コスパの面でも、大変お勧めできるかなというふうに思います。あとは、まあ、管理画面がわかりやすいという点ですね。で、最後が導入運用サポートの面ですね。で、ここが、ツールの継続率がさっき 99% というふうにお伝えしたかと思うんですけど、まあ、それの、まあ、なんでそうなのかという部分を考えると、まあ、サポート体制なのかなというふうに思っています。で、私たち CS 活動をかなり前向きに評価いただいておりまして、実はそのメニューをそのままコンサルメニューとしても提供しているぐらいです。で、本当に10種類ある中で、なぜあえてこの CMS を最初にお話ししているかという部分なんですけれども、やっぱりこれが、デジタルマーケティングの基本ってやっぱりウェブマーケティングだからかなっていうふうに思っています。で、かつなんですけれども、私たち、お伝えした通り、こう、ツールの導入だけじゃなくて、まあ、メソッドも一緒に提供させていただいています。そう。ですので、まあ、このブルーモンキーを導入して、まあ、いただくことで、まあ、ウェブサイトをきっちり作りましょうという部分と、あと基本のウェブマーケティングも、まあ、しっかり、まあ、習得しましょうという部分、まあ、DX のとにかく基本となる環境を整えましょうというような提案をぜひさせていただきたいと思っています。で、もう本当にこれで、SEO 対策による集客、あとはコンバージョンへのスムーズな動線設計、あと、これも私ども独自なんですけど、やっぱり MA による顧客の見える化ですね。で、やっぱりこの施策を基本3本やっていただくと、まあ、平均して 15% 以上のコンバージョンの実績だったり、まあ、内容によっては 2、3倍の効果も出ています。で、MA なんですけれども、売上につながる商談数ですね。商談数を効率的に増やしていくためのツールになります。で、B2B 企業様に限ってのこちらの話になりますので、その点だけご了承いただければと思います。実際どのようにして、MA を活用して商談数を増やしていくかっていうのを、こちらの全体像を使ってご説明させていただきます。まずウェブサイトの方に流入して、いただいたお客さんに対して、まあ、コンバージョンの施策を打っていきます。コンバージョンしていただくと、ユーザー情報が獲得できるようになってまして、そのユーザー情報が、この MA ツールというところに、溜まっていきます。で、さらに、このコンバージョンしたユーザーさんが、ウェブサイト上でどういう活動をしてたか、そういったログデータが、収集できるようになってます。で、その情報をもとに、このお客さんは見込み度が非常に高いと、判断されたリストに関しては、営業さんに、パスができるようになっています。で、まだ熱くない。もうちょっと育成が必要だよね、というリストに関しては、メルマガなんかを配信していって、再度ウェブサイトに流入してもらったりとか、
あるいはセミナーに参加してもらって、また理解度を増やしてもらって、このサイクルをこうぐるぐる回していくっていうような構図になってます。今まで獲得していた顧客情報とか、あるいは営業さんが商談をして、失注してしまったリスト、こういったものも、MA ツールに統合して、育成っていうのを、行っていくような形になります。そうすると、新規で、お問い合わせがあったリスト、プラスで、過去に商談したけど、失注してしまった。ただ、今、また熱くなっているリストっていうのが、営業さんの方に渡せるようになるので、営業さんの方では、引き続き、こう、ホットリードのリストがこう、増えていって、そこに対してアプローチできるので商談数が増えるというようなロジックになります。じゃあその失注してしまったリストっていうのはどれくらいあるのか、あるいはどれくらい重要なのか。一つがこちら新規リードを獲得した場合、直近で検討しているリードってどれくらいあるかというようなデータになっています。まあもちろんこう業種業界にはよると思うんですけど、大体直近 25% ほどしか購買検討していないというふうに言われています。この 75% っていうのは、営業さんが比較的こう、今、受注に、すぐ受注につながらないので、放置してしまうというケース、非常に多いです。で、その放置を続けてしまった場合、2年以内に 80% が、競合他社に流れてしまうというようなデータもあります。なので、ここの母数っていうのは非常に多く、かつ、継続してフォローを続けていかないと競合さんに流れてしまうというようなリストになっております。端的に言うと、こう、クライアントとのミスコミュニケーションを減らせるという部分が、こう、価値になるかなというふうに思います。なので、そこの初期設定の部分ですね。どの何点をつけようとか、どういうシナリオを描こう。まあ、こういった部分に苦戦されて、施策が、スタートできないといった、お客様が多いんじゃないかなと。いうふうに、弊社の方では仮説を立てています。で、私たちの、こう、ポジショニングとしては、中小企業様向けになっておりますので、低価格、無料から始められるようになっていまして、一番、売れているというか、販売できている、プランが月額2万円になっています。非常に安価です。で、それにプラスして、使いやすさにもこだわっておりまして、機能もできるだけシンプルにしてます。なので、先ほどのスコアリングとかシナリオに置き換わるような機能を入れていたりだとか、さっきの機能を排除していたりっていったことをやっています。今まで、導入いただいた6000社、この、実績とかノウハウ、これらをもとにテンプレートをこちらでご用意しています。ある程度汎用的なホットリードの抽出条件っていうのを実装したテンプレート、こちらを持たせておりますので、導入いただいたお客様は、バウナーのこのテンプレート機能をオンにするっていうボタンを押していただければ、それだけで最低限のホットリードの抽出、こちらが行えるようになります。で、二つ目ですね。こちら、ナーチャリング、お客様の育成についてです。シナリオで言うと、こう、カスタマージャーニーを作ってですね、お客様に検討レベルに合わせてコンテンツを落としていって、徐々にこう、検討レベルを上げていってお問い合わせいただくと。どちらかというと、何かを契機に一気に、お客さんが検討する、突然アクティブになるっていう方が、多いんじゃないかなというふうに考えています。この一気にアクティブになったお客様に対しては、テンプレート機能を使って見逃さないようにしてアプローチをこちらから行っていきましょう。で、アクティブになる前ですね。ここに関しては、メールを保有しているリードに対して一斉配信していって、まあ、最低限の育成活動というふうに呼んでいるんですけど、放置の状態を防いでいきましょうといった、活動をやっていただいています。基本的には私が先ほどご紹介させていただきました、バウナウ、ここから取り掛かっていただくケースっていうのが非常に多いです。ウェブサイトに来てくれているユーザーさんの、行動情報が見れるデータがあるんですよとか、まあ、そういったところから、まあ、ログの活用っていう部分をまずは始めていただいて、で、比較的、まあ、バウナウっていうのが、まあ、クイックウィンというんですけれども、早めにこう成果が出やすいツールになっています。まあ、
アプローチするリストがすぐに出てくるので、そこに対して営業活動するっていうところで、非常にこう効果を実感しやすいサービスになっているんですね。はいはい、まずはここから始めていただいて、はい、デジタルマーケティング効果出るじゃんとか、DX っていいんだねっていうのを感じていただいて、はい、他の、サービスとかも、展開していくって感じです。やはり一番利用していただくのは、まあ、ブルーモンキーが一番相性はいいんですけれども、ワードプレスだったりとか、はい、ペライチ、まあ、こういった、はい、やっぱり安価のツールでご活用いただくっていうケースが多いですね。はい、ぜひ無料相談の方をお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いします。はいはい、よろしくお願いします。